ドジャース、パドレスの開幕戦韓国シリーズが NHK とテレ朝で地上波生中継。 NHK とテレビ朝日は9日、ドジャースとパドレスが韓国で行う開幕戦ソウルシリーズ3月20、21日を地上波で生中継すると発表した。ドジャースの大谷翔平と山本由伸、パドレスのダルビッシュ有と松井裕樹の日本人選手がぶつかり合う同地区ライバルによる2試合。韓国では開幕戦のチケットが発売から8分で売り切れてプラチナ化し、大きな話題となった。韓国に放映権料をたんまり払うのかな？テレ朝もサッカー捨てたのか？もうテロ朝金ないだろ。大谷出るとは限らないけどな W。お前ら NHK 見るならちゃんと受信料払えよ。山本由伸とダルビッシュだけでも数字はそこそこ取れそう。大谷はベンチにいるだけでもいいだろう。大谷は故障明けだから長時間の往復フライトは負担だろうから LA 開幕まで待機でいるよ。まさか WBC から1年経っても熱冷めないとは思わなんだ。野球もサッカーも韓国完全勝利だな。あれに11日ってテロ朝サッカーやるんじゃなかった？視聴率的にどうなんだろ 10% ぐらいか。アンチオツサッカーも開幕戦放送するから。WBC もそうだったけど野球テレ朝ばっかじゃね。大谷と山本は韓国開幕決まった時にはいなかったのにな W ダルビッシュかわいそうとか思ってたら W。さすがに OP 戦なんか放送するなよ。日本のメディアの野球ゴリ押しは異常だし気持ち悪い。移動に伴います気候体調等に配慮した結果 LA に滞在します。ご視聴ありがとうございました。